今回ですね、交換、また交換の時代、西暦でいうと150年、60年、70年と、こういう時代の、碑文、碑碑の中からですね、比較的、石碑の多項の中で、鮮明な部分、結構、摩耗、劣化、損傷が激しくて読み取れない部分が多いんですけれども、この部分は比較的読み取りやすいと。で、多くのですね、この時代の隷書の、碑文がですね、中国は山東省、極府っていうところがあるんですけど、まあ、孔子の出身地なんですけれども、私一度だけ、5年間滞在した、江南省の調査に滞在していた時に出張で山東省に行ったことあるんですね。で、極府へも行きました。で、残念ながらね、孔子廟をこう見る時間はなかったんですけども、極府の高速鉄道の駅前にはね、孔子の、像がありますし、車で、孔子廟の前は通りました。本当に行きたかったんですけども、そこ行けばね、実はこの現物があります。逸英碑だとか、崇伝碑だとか、霊碑だとかっていう霊書の、石碑がそのものが、これ拓本ですけど、そのものがあるんですよね。山東省の極府って、緯度的には中国、中国と日本ではどの辺の位置関係かというと、日本でいうとね、秋田、岩手、東北、北緯というと40度前後なんですね。で、山東省も、一番、海、黄海に面しているところは、まあ、日本人にはね、青島、ビールの産地である青島は有名ですけれども、安島の先に、あります。で、その手前にも一つね、遠台っていう都市もあるんですけれども、遠台の方はね、どちらかというと工業都市ですよね。で、さらにそのもうちょっと内陸に高速鉄道が、天津から上海に向かってこう線路が伸びてるんですけども、点々と、大きな都市がありましてね、もう100万近い都市がこうずっと連なって、いるんですけども、農業と工業の都市ですね。さあ、これ臨書していく中で、これ、大きい筆で書くときは、まあ、できるだけ筆をね、立てて、書くということになります。で、基本的に臨書の特徴、逆から入って、右、最後は、払うということとか、左は、払わずに止めるとかね、いうこと、それから高さ、平べったくするということとか、できるだけ背の高いものも、幅を取って四角くこう収めると。で、一番長い角は、それに匹敵するところを大きく、上はほぼ一直線なんですが、下を大きく反らせて、こう払うと。時には若干こう下がるということもあるし、大きく曲がるということもありますが、さあ、このページを書いていきますね。筆ペンなので、小さいので、なおかつ手を、まあ、汚さないように書くとなると、まあ、寝てしまうんですけれども、それでも、うまくコントロールすれば、この、印刷に近いぐらいの大きさで、書けます。逆、一旦、左へ来てから右へと、まっすぐ下ろさずにこう反るんですね。で、こう下からこう突き上げて、こうできるだけ
この後の時代に登場する、会所とか業所とか総所とかっていうのから比べると太さの変化はですねそう極端にはつけないとかね、こういう筆の入りだとか止めとかっていうのがまだないのは、でしょう。これは右から左へその後の会所の時代は払ってますけれども傾いてるんで、まあ、右からこう左へ書いてもいいと思うんですけれど、要はこれもともと筆で書いた字だと思われますが、こうやって石碑に刻まれてしまうとですね、なかなか再現が難しいです。でもですね、丁寧にきれいに均等に打つということは結果的にしたかったと思うんですけどなってないんですよね。で、均等だとか同じようにとかっていう考え方はあると思うんです。極端には、わざと変えてるって感じはないんでね。でも結果的に少しずつこう違ってるんで、まあ機械で測ったような、均等ではないにしてもある程度揃えるとか、もう幅きちっと揃える、高さきちっとこう揃えるというのは、あると思うんですよね。まあ独特の筆使いなので、会所とか業所ばかりを書いていきなり隷書っていうのはね、結構それぞれの筆使いの、特徴を引っ張っちゃうんで、予備的なね、ウォーミングアップの練習をね、必要だと思います。今ちょっとしばらく隷書をこう何日かずっとこう書いてきてね、だいぶ慣れてきているんですけど、これ久々に隷書を書き始めた時はね、やはり行書草書楷書の、筆使いが手に残っていて、ついついうっかり順筆入っちゃったり、上げなさいでそのまま引き下ろしてみたり、太さを上強くして明るくにしてみたりとかですね、いう風にしちゃいけないと思っても、ついつい結果的にこれって楷書の筆使いじゃんみたいに、ね、なってしまうので、そこがやはり注意ですね。だから特に隷書をよく書いてる人はですね、これに特化してかなり相当書き込んでいて、これを別にして行書や草書楷書を書くときはちょっと気持ちを新たにというふうに見て取れます。こう日展でもね、隷書をベースにした、作品ってよく見かけるんですけど、書家の皆様はかなり工夫をされていて、いかに単純にならないようにするか、例えばこれ今、見ていわゆる臨書っぽくこう書いてますけれど、いかにそうならないか、例えば素早く書くときに、統一感を出すときにいろんなルールで書くんですけれども、それをですね、今の時代ですから、楷書や行書草書の、筆使いを、取り入れるとか、デザインチックにならないように
ある程度、筆使いは、統一感を持ちながらも、こう側筆を使って横を思い切り太くして縦を思い切り細くするとか、かなり柔らかい筆で描いたりとか、反りを強くしてみたりとかですね。こう丸みを持たせるとか、逆に四角くするとか、完全に正方形の中にこう収めるとかね。こういう線も、もっと極端に変化をつけるとかね、活筆、かすれをうまく使うとか、いろんな方法あります。さあ3行目、あえて、つるっとした綺麗にいかないように、手の動きをですね、こうのみで削るような動きにしてみたり、逆に素早く動かして、例えばこういうところっていう、こう緩急の変化ですね、素早く動かしてゆっくり払うとか、そうすると性質がね変わってきます。こうゆっくりこう、今ちょっと小刻みに振らせましたけれども、例えば逆にとすると、こういうところかすれが出ますよね。これが、石に刻んだこと、ギザギザっていう感じに近くなると、それは、それで、まあ、狙った通りに書けるかどうか。だからこういったところも今ゆっくりこう引きましたけど、思い切ったとこう引いてピタッとこう止めるとか、鋭くあえてここ丸くしないとかね、いろいろな、筆の収め方とかあると思います。でただスッとこういくだけじゃなくて、よく最後軽く払うような線を使ったりすることがあります。まあ、ここを長く見せるためにこう寄せるとか、これは均等にしてここだけを長く見せるとかね、いうこと。これは上のここだけが長いので、それを考えての長い横画なんです。真ん中少しこう軽くなってますよね。でこれも下を、狭くすると。でこれは、長くして口を中に収めるという、現代の解消のようにはせずに、浅くして口を開いて出してこういう形に収めるとか、いろんな工夫が、見られます。どの程度ゆっくり丁寧に描くのか、素早く動かすかっていうのはですね、それをいかに、統一感を持って、描き進めるかっていうことだと思うんですね。でこちらになってくると、左払わずに止める、右は払うという線が続きます。さあ
値は少し隠すの少ない地とか、速さを求める線があったりするんで、どんどん書いていきましょう。で基本的に、右上がりにしない横角ではありますが、わずかにこれ、上がっていたりします。で辺と作りの関係も対等ではあるんですけれども、今これを長く見せたいのでここを小さくしているということはやっぱり、よく練られています。でここをやっぱり出したいので、そこはこう収めると、さあこういう下絞って長くすると、これが次の楷書や行書草書、いわゆる隋唐の時代に完成した書体の考え方に結びついていくと思います。漢も末期になってくると、まあこういう前巻と後巻、後巻、まあ後巻の後義語色という三国志の時代になりますけれども、まあ、それで王義氏が登場する時代だとかね、諸葛孔明だとか、曹操とか、こういうふうになってくるんですけれども、三国志の舞台って、陝西省っていう結構、内陸なんですよね。で、かたや、孔子のふるさとの、山東省、沿岸部。沿岸部といっても日本のようなすぐ沿岸ではなくて、まあ、それでも、海岸沿いから何十キロもこう入ったところですけどもね、気候の厳しさという点では義語色三国志の方がかなり、実は、冬乾燥してほとんど雨が降らないようなね、内陸、洛陽からさらに西、石碑が、龍門石窟だとか、爆石山石窟、北魏の時代のね、石窟が残ってるところから比べると、山東省、相当、沿岸部ではありますけれども、こうして現代に、拓本が残っているのも非常にありがたいことで、北魏の方がね、ほとんどもう、残ってないんですね。あるにはあるんですけど、龍門石窟とか爆石山のね、ごくわずかで、それも、読み取れない状態になってしまっているものも非常にいいんですけれども、その時間、その時代よりもさらに、前なのにこうして、読み取れる状態にあるというのは、すごいことですけれども、今こうやって書いていってもですね、相当これ、横画が長いんですけれども、どの程度の太さにするか、縦と横のバランスとして、太さに差をつけるかというのはね、いくつか石窟あるんですけれどもね、それによって、全く同じではなさそうです。あんまりここもね、きれいに行きすぎない方が、いいですね。でこういう横画のうねらせ方もなかなか、難しくて、やりすぎても足らなすぎてもね、いけないと
いうのはね、ある程度書いてくると分かります。でいかにも、まあ石で刻んでいるんで、石に刻んでいるんで相当力が入っているのと、まあ石の状態もあってこう一気にいってなかったりすることがあるんですけども、それは篆刻をやっていれば分かると思うんですけども、単純に数という線はあまり評価されないと思うんですね。太さや力の変化とちょっと小刻みにあえてこう力を込めているというのを見せたりするとかね、余白をあえて傷つけて崩したりとか、まあいろんな技法ありますけれども、隷書の世界もですね、装飾品なんかね、きれいにスーッとこう、払う線をこう見せたりもするんですけれども、筆ペンでいっちゃうとスーッときれいにいっちゃいそうなので、そこはやっぱり途中でこう今ここでキュッキュッとやったり、こうズズズズズっていう、引きずるような線を書いたりしていますけど、逆に今ズバッとこう押さえ込むように押してみたり、いろんなことをしています。実はさあ、今日はちょっとゆっくり、30文字。原本の方は、このような感じです。書き遅に書き慣れるとね、ちょっと特殊な筆使い。でも、これを知ると、これをベースに、さらに発展系となった楷書、行書、草書になってくるのでね、それなりに、価値はある勉強になると思います。今日は以上です。